博士、こんばんは。はい、こんばんは。今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。笑顔美人塾主催、笑顔表情筋研究家の北野美穂子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさい、紹介聞いてるだけでつい笑いできちゃった噛まないと気になるそうそう、それもあるけど、この何、笑顔美人塾、はい、主催、まあ、ここまでだからですね、はい、笑顔美術筋研究家ってつい笑っちゃって笑顔表情筋ですね。笑顔表情筋、はい、そうなんですね、はい、これはしおちゃんが大事だよね。うん、そうですよね、はい、女性には大切です。笑顔になることで美人になりましょうってことですか？そうですね、どんな方も笑顔になると美人になれますよみたいなことがコンセプトなんですけど、うん、はい、他にその笑顔表情筋研究家っていらっしゃるんですかあの表情筋研究家っていうか表情筋を教えていらっしゃる方は、うん、結構いらっしゃるんですね。最近は。そうなんです。私も本当に普通にシワとかたるみとかほうれい線とかで表情筋を教えてたんですね、うん、ところが表情筋を教えてるって毎回写真をすごく撮るんですけども、うん、笑顔が苦手という方が大変多くて、うん、写真に撮ると笑顔がなんかちょっとちゃんと撮れないんですよねって方が多くて、で笑顔を習いに来る方が今圧倒的に多いです。ちょっと教えてもらっていいですか？はい、そうですね、本当に表情筋を鍛えるんですけども、うんうん、お顔の筋肉って大体 20% から 30% しか使っていないんですね、うんうん、で残り使っていないので結構表情硬い方も多いじゃないですか、うん、で、まあ、筋トレをして、うん、表情を柔らかくして体の筋肉と同じですよね。顔も筋肉で表情ってできているので、それを鍛えて、まあ、パッと会った時に笑顔がパッと出せるようにということなんですね。番組の明日のチアちゃんどうでしょうか、はい、笑顔はすごい目が月目なので、月目、目っていうのが、うん、お月様みたいになってるのが基本なんですね、笑顔の。もともとちょっと月目なので、すごい笑顔力高いです。そうなんだ、うん、そうなんですね。どうしても月目ね、目元が笑ってない方多いんですよ。口笑ってるけど目は、でもともと普通の顔で目が笑ってらっしゃる。もう普通に笑ってるすごいお得というか、ね、すごく笑顔力高い方ですねすごい笑顔力高いラッキーだね、はい、そうやっぱ親しみやすいって感じにつながるの。そうですよね。そうか、そうなんです。結構女優さんとかの写真とか見ると、うん、皆さんね、笑顔はね結構ちゃんと月目になってるんですよ。さすがちえちゃん、女優さんだったね。最初から月目だからもうあとは歯を見せれば、うん、歯を見せるポイント、歯を見せるとやっぱり笑顔に見えるんですね。歯を見せない笑顔って結構難しいんです。口閉じたままだと口角絶対上げないといけないので、はい、そこも合格っぽいね、確かにそうですね、笑ったら歯出ますよね。まあね、だから歯を出せる笑い方する人が笑顔が上手いんでしょ。なんか写真の笑顔は笑いすぎると崩れるんですね。で小さいと笑顔に見えないんですよ。でなんか写真撮ってもらってワントライじゃないですか、うん、いやいや私ちょっともう一回見せて、あダメもう一回撮ってってできないので、うん、その時に作る笑顔を、うん、まあバッチリにすると笑顔力はかなり変わります。へ、はい、男性も最近いらっしゃいます。まあね、すみません、選挙に出ないですけどでも確かにそれは大事ですよね。社長さんとか多いんですよ。そういや社長大事と思いますよ、はい、これじゃあどうやったらいいんですか、笑顔力つけようと思うと。ここだとねすごくたくさん教えなきゃいけない、簡単にできる方法っていうのがあるんですけど、うんうん、ちょっと今日ストローをね、はいはい、用意してるんですね。ね、皆さんぜひ YouTube を後ほど見てもらったもんですけど、そうですね、ちょっとこれ飲むためではなく、ちょっとこうストロー向いていただいて、出したらいいんですか。笑顔って実は口で笑わないんですね、頬を上げて笑うんです。へ、なんか笑顔力高い方ってここ高いですよね。へ、頬周りとか目の下とか、うんうん、そうなんです。で今回はちょっとこういう風に歯で噛むんではなく、うん、これ潰さないように優しく歯で噛みます。口に加えるけど歯で噛む感じ、はい、うん、そう、優しく。みんなが噛むとね放送事故起きるんで僕はよっとしばらく喋っておきます。このままここから上に口角上げます。そうです、そうです。見せてみて。上手上手上手です。上がってますよね、はい、どうぞよかったら加えて口角上げる、はい、
違うんですね、先生は違います、ね、え違うの、あのすごくね上手なんですよ、上の歯だけ見えてますよね、あ見えてる見えてる、うん、で今先生はね下の歯見えちゃったんですよ、ん下の歯見せちゃダメなんです、あ見えちゃう、上だけ上げるんです、んなのでここだけ上げるんじゃこうですね、難しい、うん、難しいね、できてますよね、結構ね、こうやって上げたらないんですよ、なんでで、なんかここだけ上げる、うん、上手ですね、でこれでね、だいたい1分、1分キープして、あ、違いますね、上だけですね難しいね、これ上だけの歯見せるって、あのね、実は笑顔、写真に撮ると笑顔って下の歯が見えると下品に見えちゃうんですね、あ確かにそうです、で上の歯8本っていうのがベストスマイルなので、へえ、これでこうしっかり上だけ、へえ、素晴らしい、ちやちゃん理想的だね、確かにやっぱり笑顔力高いですよね、だからあの、あ上がらない方いっぱいいらっしゃいますよ、へえ、ここから上に上がらない方だったり、あの先生、あちょっとできましたなんかもう放送事故鳴らしてるけど今日そうですね、ちょっと歯出してるよな、そう、そうなんです、面白い面白いけどへー、そうなんですね、なんか最近笑顔写真プロジェクトっていう写真展をですね、はいはい、開催したんです、実はへー、これはあの北野さんが教えてみんなこの笑顔してもらった、はい、私が教えた生徒さん100人の写真を、あの有名な山岸真先生という先生がもうこの番組の準レギュラーです、あそうなんですか撮ってくださって、オリンパスギャラリーの方で写真展を、はい、開催しました、へ、ね、これでも笑ってるとやっぱりほうれい線とかがこうちっちゃくなると引き締まってくる顔は、笑ってると実はほうれい線やっぱりできるんですね、あできるの、基本笑うとここにあのシワができるのが深くなるので、うんうん、ただそれをいっぱい笑ったらここにできますよね、これを表情筋のレッスンでちょっと良くするとかいうのもあるんですよ、すごい、これ北野さんに教えてもらおうと思うとどっかどこ行けばいいんですか、ですね、あの去年は区でもやってたんですね、杉並区で半年やらせていただいて、あの歯科衛生士の資格もあるので、はい、歯科の先生と一緒にやってたんですけども、今今年は、品川の方と大岡山の方のサロンで、うん、やっています、なんかこのなんですよね、はい、笑顔塾力笑顔美人塾、はい、なんかそのまだ本とかそういうの出されたいんですか、出したいんですね、今出そうと思って頑張ってます、ね、そういうのだとね、うん、はい、あのなかなか笑顔美人塾で、検索していただけると、うん、ブログの方が出てきますので、はい、あそこではちょっとこう簡単なこうなんていうか笑顔力鍛えるやつも載ってるんですか、そこにはまだ載せてないんですね、それも見たいね、そうなんです、そうですよね、動画もあると分かりやすいですよね、うん、ねえ、うん、さっきのね歯の話ってね、もう多分ね聞いてる方全然分かんないと思うあの YouTube をね一緒に見てもらわないといけないんですよ、ね、そうですよね、ストローのはね分かんないですよね、ねえちょっとラジオ向きじゃない実演なんですけど、確かに見えないように、そうそうですね、上の歯8本で下の歯が見えないように笑う、ね、でも受けたいと思う人多いだろうね、うん、そうですよね、あの写真って残るので、うん、やっぱり素敵に写って残したいですよね、やっぱり女優さんとか芸能系の方って上手い人多いんですか、上手いですよね、やっぱりすごくもうベストスマイルですよね、皆さん、しっかり目も笑って歯も大体8本見えて、でしっかり頬を上げて笑ってますよね、やっぱすごいね、別に並ぶわけじゃないよね、そういうのって、習ってる方もいらっしゃるんじゃないかな、なんかヨン様とか習ってるって言いましたよね、習ってそう、習ってそう、確かにブレない微笑み確かにね、確かにブレない微笑みね、習ってるかも、でも習った方皆さん卒業してからも写真送ってくれるんですね、すごく、うん、先生こんなに写真写り良くなりましたとか、写真がまあ嫌いだった方がもう撮られるの平気になりましたとかって言っていただくと嬉しいですね、まあ、確かにそうですよね、笑顔がねこう綺麗だと自信持って写真写れるしね、これでもなぜこういうことをやろうと思ったんでしょう、実は40歳の時にすごいほうれい線があったんですね、うんうん、まあ、今もあるんですけど、めっちゃ肌ピカピカですよね、そうですか、うん、でちょっとなんとかしたいなと思って、うんうん、
独学で最初やったんですけど、はい、それからまあ先生に、日本の一人者の先生について習って、うんうん、もう実はね14年もやってるんです。年がバレますね。いやすごいなそれ逆に、ね、昭和何年まで来ちゃいけないのか、はい、ここで発表ですか、うん、ちなみに僕は37年なんですけど、うわ近いですよね。めっちゃ近いですよ、ね、ちょっとお姉さんですね。へびっくり私が。へそうなんです。で、起業したのはね、自分告知は4年ぐらいなんですね。それまでは細々と、知り合いのみ10年間やっていたので、ただ後半区でやってたんですね、区とか市でやったので、700人ぐらいの方に指導はさせていただいて、はい、今は個別の方が多いです。その方がやっぱり治るので、はい、それはいろんな注文というかね、要望に応えてくるんです。例えばほうれい線を減らしたいとか、はい、あるいはその笑顔としてね、まあ、よくあるのはやっぱりこうなんていうかな、目の下のこの辺のところをね、こうすっきりさせたいとかあるじゃないですか、はいはいはい、あるいは口元のなんていうのかな、こうそうですね、皆さん本当それぞれ違う悩みが違うので、う、まあ、その方に合った悩みにちょっと特化して教える形ですね。やっぱだんだんたるんでね、来るので、まあそうですよね、あの皮膚がこう皮膚支えてるのってやっぱり筋肉なので、その筋肉をこうしっかり鍛えてあげると若々しくいられるという、はい、なんですね。いや面白いな。そうですよね、なんか顔にも筋肉あるので、変な顔、ね、あ表情筋鍛えるのって結構変な顔、変顔です、すごい変顔するんです。どんな変顔するんですか。もう超変顔です、うん、そう見てみたいな、そういうこと言われると。そうですよね、コロッケさんってやっぱりモノマネですごい表情というから、うんうん、シワが少ない。そうですよね、あんまりコロッケさんみたいなことするの。コロッケさんみたいなことです、うん、近いです近いです、すごい顔ですよ多分。チアちゃんもレッスンしてるの変顔です。いやしないんですよ、した方がいいですよね。でも、うん、でも結構アナウンサーさんとか、うん、テレビで前聞いてたらやっぱりやってる方結構意外と朝起きてお化粧の時にちょっと表情筋レッスンしてますとか、いう方チラチラいらっしゃいます、なんか具体的にこれっていうのはできないですかね。これどれだろう。まあラジオじゃ見えないんですけど、うん、まあ、こういう笑顔筋って一番やっぱりここ頬を上げる筋肉ここにあるんですね、うん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 、目尻から口角に向かってある線をこう筋トレ、うん、腹筋みたいな感じですね。ここ筋トレするのが顔なくしゃおじさんみたいなことするの。そうです、でもここだけやるんですね。くしゃくしゃにするとシワ入っちゃうので、あちこちシワシワにしたら嫌じゃないですか。なのでここの筋肉だけをこう鍛える。どうやるんですか。やりましょうか。できればぜひ一緒にやってくださいね、はい、ここからこう上げていきますね。ここに上げていくんですね、うんうん、それはね口でやってるんですよ。これは口でやってるね。それこれしっかりここからこの筋肉なのでここ柔らかいんですね。ここは硬いんですけど、できないわ。難しい。できる。難しいですよね、うん、できてる。できます。わかんない。わかんない。イメージが、ね、使われないな。普段使ってないので 20% しか、やっぱり急にはできないんですね。先生それ全然違います。ダメ。口が曲がってるだけ。口が曲がってるだけ。そうなんですよ。でもできる。なんか本にして欲しいですよね。そうそうそう。いや本当本当。いやそういうのが難しいな。DVD の方がいいですね。あ、そっか。DVD ね。結構ね本で来る方も多いんですよ。本見てやったけど、間違うと逆にシワになるんです。すごく。あ、自分の顔だし見えないしね。そうなんですよ。でどうできてるか分かんないよね自分では。あとやりすぎてもねシワになるんです。やりすぎもいけないし間違ってもいけないので。結構やっぱり DVD 見たりとか、一回習いに行ってから本見る方がいいですよね。あ、じゃあぜひ、ね、北野さんに本出してもらって、DVD 出してもらって、いやぜひ習いに来てください、ね、ぜひ皆さん習いに行ってあげればと思います。もう時間になっちゃいましたけども、はい、笑顔美人塾で検索すれば大丈夫ですよね、はい、ぜひご興味ある方、北野美穂子でも結構出てくると思うんですけど、はいね、ぜひ検索してもらって、はい、よりお綺麗な皆さんなってきます。はい、そうですね。世界平和ですね。女性が綺麗になると。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。